須瀬少林寺は、中国の河南省定州市東方にある中岳須瀬の中の松室山の北麓にある寺院。インドから中国に渡来したダルマによる禅を伝えられた、地と伝えられ、中国における禅の名刹である。また、少林武術の中心地でもある。なお、少林寺憲法は、昭和11年に、須瀬少林寺にて、北少林際門件を継承したそう道の尾身が、 日本で創始したものであり、文革後再興した、現在の須瀬少林寺武術とは別物。仮覧は、壮麗な七道仮覧であり、北西には、諸祖庵、南西には二祖庵があり、五入法中には、ダルマ堂がある。2010年に、天地の中央にある東方の史跡群の一つとして、ユネスコの世界遺産に登録された。2013年あたり、寺院周辺に、 少林拳とサッカーを融合させて教えるサッカースクールを2017年までに建設する計画があることが関係者から発表された。少林寺潜仏堂の壁画、武術の鍛錬をする僧たち林。東代以来の高僧たちの母諸を東華佐竹少林寺、筆瀬少林寺の一前身は北州大に落葉城内に潜帝が創建したのぼる寺、隋の文帝大に、 直によって、寺名を、昌林寺と改める。義書巻114、釈黒氏によれば、その創建は、496年で、高文み三が、西域社門の仏陀禅寺の十字として、昌室山院に建立したとされる。その後、禅宗では、当代の、伝法富木の時代になって、初めて、菩提達馬がこの寺で、面壁九年に及び、絵画が、 死の面前で断肥した寺であると伝承されるに至り、法林で二言の明か氏が、それを踏襲する。当朝の創業期には、落葉を本拠とした、大瀬重の帝国政権を見限り、当の利生民軍に対して、自亡の総兵たちを援軍として出すことで助力し、帝の政党に貢献した。寺内には、高等笠さ竹小林寺費、当大僧御所費が残る。1928年に、 軍閥混戦の最中に、随末以降最大の大化があり、天皇殿、太雄殿の、の宝堂、主郎、空廊、客堂倉棒、鉱石クリア、東西全堂、金柄殿の、六祖堂、円王殿の、の竜王殿などの寺の主要建造物が燃えてしまった。また、寺に収蔵されていた、秋代の同伴経典、少林寺氏の木版、義大に作られた仏像や石踏み、及び、 ダルマ面壁影絵師と仏道に陳列されていた木絵も全部消失した。最近、天皇殿、金奈良殿、東西禅道と僧院は復元された。伝説によれば、インド仏教第28祖で中国禅の諸祖となるダルマが壁に向かって9年間座禅していたところに、にそえが訪ねて、ダルマの教えを求めたという。これにより、 中国で禅の教えが広まったと伝えられる。現代初期、聖則未来は、総党宗の52世節帝福、広禅寺を、寿星少林寺の十字に認じた。節帝福広寺は、戦乱で破壊された須星一帯の仏教寺院を修復するとともに、総党禅の強制を張った。それ以降、河北地方の総党宗の大きな拠点となっている。須星少林寺は、 中国の市場経済化に伴い、物販、観光、武術講演などの商業活動を活発に行っている。1988年から少林武術賞を行っており、現在では世界各地で講演が催されている。1996年に公式ウェブサイトを開設。1998年には少林事実業発展有限公司を起業して、 お茶などの通販を行う一方で、少林、少林寺など関連する多くの商標を登録、あるいは申請している。すせ少林寺南北武術院では、総東州正宗第34代伊佐尾人の、元に、少林寺入門基本校、仏門全学、少林寺気候、矢和、骨校、少林寺五行券、少林寺八段金、少林寺安筋教十二段金、 18発兵器などが強連されている。2013年あたり人員関係者から周辺に320億円を投資し、少林圏とサッカーを融合させて教えるサッカースクールを2017年までに建設する計画があることが発表された。ありがとうございます。